はい、じゃあ皆さんこんにちは。ブガ様チャンネル、ブガチャンネルですね。今日は思い出を語ろう、語っちゃおう、思い出を語ろうのコーナーで行かせていただきますよ。オレオくんです。今日はね、やっぱり中学校時代の1回目は中学校時代のお話をしたい。にゃにゃ。俺は、福島県の南相馬市ってところで生まれて、83年生まれ、今37歳だね。で、中学校はね、原町第二中学校ってところですね。で、小学生の時はサッカーをやってて、サッカーを2年ぐらいやってたのかな。で、めちゃくちゃ仲いい1個上の先輩がいて、まあでも小学校なんて当時、まあ、先輩後輩って関係じゃなくて、まあお互いなんか呼び捨てだったし、そういうやつがいて、一緒にいつも帰ってたやつがいたんだよね。のべってやつなんだけど、のべがさ、すごくいい人だったんだよね。で、中学校入ってのべに久しぶりに会ったらめちゃくちゃ不良になってたんだよね。もう学校一の悪になってたんだよ。眉毛なかったし、襟足長かったし、で、俺はもう小学生の感覚でいるから、おう、のべって言ったらさ、のべは普通におうって返してくれるんだけど、のべの周りの怖いパイセンたちはのべって呼ぶんじゃねえ、おいっていうことなんですよ。もうそれはもうゾスだね。ゾス、すいません。まあそういうのとかあったり、まあ要は中学生デビューじゃないけど、でもやっぱ中学校の3年間って人生で相当大きく変わると、その時思いましたね。あ、人はこんな変わるっていうか、こうなるんだっていうのがいろいろ皆さんの周りにもありませんでした？で、まあそんなどうでもいいんですけど、のべは元気なのかな、のべさん、のべさんは元気なのかな。あとはね、中学校はやっぱりバスケ部に入りまして、スラムダンクが流行ってたからバスケ部に入った。で、2個上のパイセンたちね、結構強かったんですよ。まあ強いって言ってもやっぱり県大会に行くか行かないかぐらいのレベルなんだけど、まあ地元は曹操地区っていう南相馬のさ、まあ曹操、相性の愛に双葉のなんつうのかな、股が2つついてるやつ、あれで曹操地区かな、ではまあ有名なぐらい強かったんですよね。で、やっぱ2個上の先輩たちがめちゃくちゃかっこよかったんですよ。中学生の時の2個上なんてさ、超大人に見えるじゃん。なんしかもバスケがめちゃくちゃうまいっていうので、もうすごく憧れた。そう、憧れたね。その時に、2個上のね、センターのポジション、センターの人が名前全然忘れちゃったんだけど、背でかかったね。185、6あったんじゃない。中学3年生だよ、でかいじゃん。2個上のパイセンが入ってたのがコンコルドだったんだよね。でもそれやっぱ俺センターだから、背俺も今180ぐらいあって、まあ、大きい方だったからセンターだったんだけど、やっぱその先輩がコンコルド入ってたから、コンコルドはやっぱりちょっとね、買っちゃうんですよね。人生で 2,3 回買ってるんじゃないですかね。どうどう、コンコルド、これスニーカー世界で一番かっこいいんじゃない、このスニーカーの世界で一番かっこいいんじゃない、このフォルム。どう